新設のゲーム会社で映像業務の注報していますこの立場も自分だけから始まり未経験の心情を当てられてメンバーが下手からというだけです自分は技術的きで暇さえれば制作する人間なのですが部下はそうでもなさそうですふと自分基準興味や実力で教育していることに気づき反省するんですが部下の心理的安全性を確保しつつチーム全体をレベルアップするにはどう行うのが良いでしょうかマネジメントにも興味があり自分レベルアップをしたいです自分が部下と違うというのがちゃんと分かっているのであれば部下という括りではなく 一人一人人でそうでもない人もいれば、こういうのだったりやるとか、こういうのだったら興味があるみたいな感じですよね。女の人が出てくる動画だったらめちゃめちゃ頑張りますみたいな。おっさんだったら全然興味ないっすみたいな。映像にしても、電車だったらめっちゃ好きですとか、車だったらめっちゃ好きですとか、やっぱり一人一人好きなものって違うんですよ。なので、ちゃんと一人一人の興味があって、で、なんで映像協会来たのとか、なんでやってんの金稼げるからやってますとかって人もいれば、映画監督になりたいのあったり音響やりたいとか、実は編集 自体が好きなんですとか個人で好きなものとか目的とか目標って違ったりするのでなのでそれをちゃんと一人ずつ知るっていう方がマネジメントにつながるんじゃないかなと思いますけど俺はこれが好きなんだからお前もこれができるだろうみたいな落ち着けると割とあのパワハラ上司になりがちなので気をつけてください。